でもね、午前1時なんですけど、今日は深夜は行ってないんですよね。昼型にしようと思って、今日はちょっと早めに寝て、明日はまあ12時からはいけないだろうけど、1時ぐらいから行けたらいいなと思っておりますが、今日はね、バイク屋に行ってきました。まあ、配管の高圧洗浄もあったんですけど、バイク屋に行ってタイヤとオイルを交換してきました。リアタイヤね。タイヤチルチルで。オイルは2ヶ月ぶりぐらいなんじゃないかな。前から8月でしょ、多分。2ヶ月ぐらい交換してるな。2、3ヶ月。珍しいです。普段1ヶ月ごとに行くんですけど、それだけお金がなかったのか知らんけど、久しぶりにエンジンオイル交換して、タイヤもチルチルでね、やべえと思って、パンクするんじゃないかと思ってヒヤヒヤだったんですけど、これで安心して乗れるようになりました。これで年内は大丈夫かな。まあ、11月8日なんで、年内はもうバイクは大丈夫かな。年明けたらオイル交換かな。で、タイヤ交換とエンジンオイル交換で1万円ですね。オイル交換1300円で、タイヤ交換880円、8300円なんで、100円得する感じですかね。100円も負けしてくれるんですよ。同時にやると。ね、タイヤはね、今も見てきたけどね、Amazon で買うと3000円ぐらいで買えるじゃないですか、タイヤって。2、3000円で。で、工賃が8100円じゃないですか。工賃っていうか、トータルで8100円でしょ。5000円ぐらい工賃取られるじゃないですか。でもさ、やっぱ今見た、ヒロシバイク .com でタイヤ交換見たけど、ちょっと自分でできるとは思わないですね。工具もないしね。工具、ジョーンって見ても、あってもちょっとできないかなって気がする。難しい。そんなに、こう、作業、なんていうの、工数はないんだけど、タイヤを外すのはワンチャン切ればいいんじゃないかって気がするんだけど、はめるのとか、つけるのとか大変そうですね。あと、まあ、タイヤの廃棄もちょっと問題になってくると思うけど。結局、車は維持費、タイヤは工賃みたいなところですよ。でも妥当だと思いますね。外すのはマフラーだけでいいんですね。ちなみにリアタイヤですけど、リアタイヤ。で、バッテリーも届きましたね、今日。っていうぐらい自分で買いますけど。5月に買ったんですよね。5月のゴールデンウィーク明けかな。に、今のトゥデイ買って、F67 ですね。初めてタイヤ交換しましたね。初めてタイヤ交換。バッテリーは1回変えてって感じかな。バッテリーももう1回変える気。6月、7月、ね。なんか、この間エンジンかからなかった時、ちょっとバッテリーも下手ってきてるのかなと思って、もうコアコアなんで、一応買っておきました。ホームセンターで買うと4000円ですけど、アマゾンで買うと2000円なんで。こんなとこかな。全消灯はアッパーはつかないですけど、アッパーはつかないっていうか、原付にアッパーも多分ないと思うんですけど。で、まだあれはつけてないけど、どうしようかな、今年。袋、手袋、ハンドルカバーか。ハンドルカバーつけようかな。あれ意味あるのかな、あれ。ハンドルカバー意味あるのってさ、あれだよね、雨の日とかでしょ。私、長い間指抜きの手袋を使ってたんですけど、指抜きの手袋を使ってて、その、レバーが冷たい問題があるじゃないですか。で、私、解決したのが、普通の手袋ですよ。指抜きじゃない普通の手袋をするとそんな寒くないっていうのがあるんで、冬は指抜きの手袋は使わない方がいいです。ちゃんと指タップのあれでも大丈夫だ。で、なんか去年はね、使ってなかったんですけど、電熱手袋ね、ボワボワで、なんか危ないなと思って使わなかったんですけど、今年は電熱手袋使おうかな。おととしね、おととし、その前の年、3年前ぐらいに使ってて、そんで電熱手袋買い替えたんですけど、その買い替えた新しいやつはちょっとね、こわごわなんで。去年は使えなかったんですけど、電熱手袋があればね、叩かれるんですよ。だから電熱手袋をすればワンチャン、ハンドルカバーいらない説もありますけどね。だからあれかなと思ったんですけどね、脱いだりはめたりするのが、手袋って履くっていう、つけたり取ったりするのはめんどくさいじゃん。だからずっとできてるこういう手袋の方がいいかなと思ったんですけど、いや、ね、すごい苦労してたよね、昔ね。指抜き時代、私結構指抜き時代が長くて、手が寒くなるのはすごい苦労してたんだけど、手袋二重とかにして、ちょっと二重以外、詳細は覚えてないんだけど、手袋2枚履いてた。寒くて、手が寒くて。凍えてた。マッチ売りの少女状態で凍えてて。で、ハンドルカバーは、ハンドルカバーじゃなくて、ハンドルウォーマーみたいなやつ。USB のこう巻きつけるやつとかも買ってみたんだけど、ちょっと意味がよくわかんなくて。で、こう自動してる時に、その USB バッテリーで温めたハンドルウォーマーを、暖を取ってね、マックの横で寒さに凍えていた昔が思い出しますけど、指抜きはやめた方がいいです。寒いから。指抜き手袋意味ない。普通の手袋を買い、それで解決。普通の手袋にすれば、そのブレーキレバー冷たい問題も解決だし、ワンチャンハンドルカバーもいらないかもしれない。はい、もしタイヤ変えてもらいました。冬の手袋問題でした。